gente vai ter que trabalhar bastante pra gente ganhar esse jogo. Cadê também, gente? Espera aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá!一生懸命練習したら、まあ、プロになることもできると思うんで、毎日いっぱい練習してもっともっと上手になってください。はい、ありがとうございました。はい、拍手。じゃあそしたらね、皆さん、ありがとう。はい、フォアソレチ、フォアソレチ。はい、ありがとうございました。ah, foi muito, muito divertido, né? Até porque a gente sabe das limitações que tivemos esse ano, né, devido ao coronavírus. Então, quando a gente tem a oportunidade assim, de estar com as crianças e nos divertindo, né, é muito importante que a gente recupere as energias também. Então, foi muito divertido. Ah, que eles aproveitem, né, a infância deles, né, que passa muito rápido. E que eles se dediquem e procurem... まあ、多分サッカーで一番大事なことは本当に楽しむことだと思うし、楽しまないと続けるのも辛くなっちゃうと思うんで、まあ、僕も未だにサッカー楽しんでますし、その気持ちを大事に、ずっと楽しみながらサッカー続けてほしいなと思います。じゃあと、はい、今シーズン残り意気込みをお願いします。はい、そうですね、もう残り7試合しかないし、まあ、勝ち点差もまだ離れてますけど、まあ、次は徳島との直接対決、その後湘南もあるんで、本当にそこを連勝できればすごく状況は変わると思いますし、もうそれしか本当に考えてないんで、まあ、次ホームですし、サポーターの皆さんと一緒に戦って勝てるように頑張りたいと思います。プロ選手、お願いします。じゃあ私はどうです。あ、24歳です。私はゴールキーパーです。ポケモンが好きです。ポケモンね、ポケモン、ゴジラ、ナイス。レッツデー、ナイスビュー、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、最後に、はい、じゃあ今日最強のキーパーがいて、でもフルーツ男子は最強のディフェンスのホガン選手がいて、相手ってオリバーコーンしますよ。最強のディフェンスのホガン選手がいるから、なんでもいいぞ、アマシー。いやいやいや、ジャンケジャンケ、それが失敗したとしても、諦めずに自分の夢をしっかり持って、それに、じゃあ失敗したけど、それを乗り越えるためにどうしたらいいかとか、その方が大事だし、今うまくいってるからって調子乗っちゃダメだし、もっともっと自分を高められるように、一日一
日の練習を大事にして、これからも頑張ってください、応援します。今日はありがとうございました。ありがとうございました。オッケーです。やべえ、スパイクもやってるわ。スパイクもやってるわ。やばー、すごい。もう一回受けて、今日は良かったです。ありがとうございます。Please keep training like this。いつもこの今日やったようにずっと練習続けてください。And you will play Tower Stadium, そしたら将来ね、横浜、水田スタジアムで。And then I watch you, で、みんなが大きくなって、水田でやるようになったら見に行きます。I will collect signatures. いや、みんなのサインもらうように。よろしくお願いします。アピールアピール欲しい、アピール。誰？あぶいいな。ありがとう、やったな。ありがとう、よっしゃー。みんなグータッチして俺そいつにちゃうぞ。ありがとう、ありがとう。頑張ってね。頑張ってください。頑張ってください。今日は本当に良かったです。I really enjoyed the day. It was so nice. And not only because of the kids, but it's also for me, when I see the kids, I feel back to the time when I was young. And yeah, sometimes when I feel bad, I remember why I started football. And it's because of fun. And they have all so much energy. And when I see this, I see a bright future for Japanese football.Yeah, I think they already have a lot. They have fun, they have energy. They should just keep it up and do what they love. I think they love football, and that's the most important thing, to enjoy every time you come here. And you know, everybody started like this with a dream, and as long as you continue the way, the more it gets closer to your dream. And maybe someday, if they keep it up, we will see them play in Mitsubara Stadium. So yeah.Just continue the road they are already going. Yes. はい、とても楽しかったです。僕が逆にパワーをたくさんいただきました。まあ、将来横浜FCでプレーするかもしれないこう子どもたちに、はい、メッセージをお願いします。はい、まあ、夢を持って、その夢に向かって全力で頑張ってほしいと思いますし、その向かっている過程でやっぱり必ず困難が来ると思うんですけど、その困難を、諦めずに乗り越えるその姿勢が、本当に大事だと思いますし、その姿勢を忘れずに、夢に向かっていつかこのエンブレムを背負って、戦う選手がこの中から出てくることを、本当に心から願ってます。はい、またやってくれますか。もちろんです。よろしくお願いします。やりましょう。ありがとう。